帰宅とは、クラブ活動が強制されていない学校で、放課後の部活動をせずに帰宅すること、及びどの部活動にも所属していない児童、生徒を意味する俗語。放課後の部活動が強制でなく、任意とされている学校で、どの部にも所属しないまま帰宅するため、帰宅部と呼称される。その理由として、などが挙げられる。部活動に参加しないことで自由時間が増えることから、 過剰な塾通いや生徒が飛行に走ることを懸念する意見と交えて報じられることがある。また、少子化による生徒数の減少や生徒の意識の変化、指導する教師の忙しさや指導者不足が背景にあるとする報道もある。中学校では約7割の生徒が何らかの部活動に参加しており、帰宅部にはそれに参加しないものという揶揄あるいは自嘲の 意味合いもあるとされる。1989年の学習指導要領改定以降、部活動がカリキュラム内に組み込まれたため、ほぼ必修に近い形となっており、多くの学校で部活動加入が強制となっている、実情があるとされている。帰宅部という言葉は1980年代後半から使用例が見られ、読売新聞の解説記事では1986年における、 流行語の一つとして、帰宅部を挙げている。また、1996年の産経新聞の記事では、帰宅部は死後になったとも報じられている。学園漫画やドラマなどのフィクション作品では、中学、高校の部活動が強制でない場合もあるため、帰宅部が題材として用いられることもある。ありがとうございます。